気流折物会館気流折物会館は群馬県気流市永楽町にある産業会館である運営は一般財団法人気流折物会館が行っている長崎や気流転進館と旧館からなり折物業界の各団体が入居している新川橋通りを挟んで西側が新館東側が旧館である新館の六室旧館の二室が 展示、公演会場として利用されている。新館は、メガドン・キホーテ・キリュウ店と建物を共有している。本町六丁目にあった、長崎屋気流店が、永楽町の輸出着の織物検査所の跡地に移転する際に共同建築として着工し、昭和57年に、長崎屋新店舗、織物会館新館が竣工した。気流織物共同組合、 気流テキスタイル商業グループ、気流式伝統工芸司会が入居している。気流織物共同組合の源流をたどると、明治11年に設立された気流会社に遡ることができる。気流会社は不正品の取り締まりのための製品の検査を主な業務としており、明治18年に気流物産会社と解消した。気流物産会社は、明治19年に、 海外の新技術の導入のため、気流折物講習所を開設したが、物産会社の解散のため講習所は、第1回の卒業生を送り出したのみで閉所された。その後、旧気流物産会社は、明治26年に、気流商工業組合として、再発足。気流商工業組合は、実業学校設立運動を推進し、明治29年に、 紀流調律織物学校が開校した。明治31年に紀流物産同業組合と解消。明治38年に紀流織物同業組合となったが、太平洋戦争の開戦によって生産が縮小されたことで、昭和17年に紀流織物工業組合に統合され解散するに至った。戦時中は、県内の各織物工業組合は、 群馬県織物工業統制組合に統合された。終戦後は、教室を免れた食器を整備して、業界の再建が進められ、織物会館に適流織物店配業者、復興大会を開催し、復興に向けて本格的な活動が開始された。再び地域ごとに、組合が分立し、昭和21年に桐生織物工業統制組合、桐生織物工業施設組合、 昭和22年に桐流折物工業共同組合と移り変わり、昭和24年9月には桐流折物共同組合が発足し、昭和26年7月に桐流貴弱折物共同組合と桐流帯児共同組合が発足。昭和27年6月23日に産地一本化のためかく組合が合併し、桐流折物共同組合として再発足した。 気流織物共同組合は昭和30年8月11日から内地を主力とした気流内地織物共同組合と輸出を主力とした気流織物共同組合の2組織に分かれた。気流織物共同組合は気流織物会館での輸出織物見本市の開催、北アメリカ、中近東、東南アジア方面での海外見本市の開催によって新市場の開拓に成功した。 中東戦争による国際情勢の悪化やアメリカ合衆国の対日繊維製品輸入制限、政策などにより気流からの輸出量は減少し、業界は厳しい状況となったが、織物共同組合は設備の近代化や企業の集約化など、業界の構造改善事業を推進して難局を乗り越え、次第に中近東やアフリカ向けの輸出が好調となった。 昭和62年4月1日から、気流折物共同組合、気流内地折物共同組合、気流福祉共同組合の3組合が合併し、新たに気流折物共同組合が発足した。気流折物記念館ウィキメディアコモンズには、気流折物記念館に関するカテゴリーがあります。旧館は気流折物同業組合の事務所として、昭和9年5月から建設が開始され、 同年11月に完成した。外壁はスクラッチタイル張り、屋根は青緑色の瓦吹きであり、平成9年5月7日に国の登録有形文化財となった。平成13年に気流を売り物記念館と改称し、平成19年には両毛を売り物近代化産業遺産群の構成資産の一つとして近代化産業遺産に認定された。また、 2015年4月24日、カカー殿下群馬の絹物語の構成文化財として日本遺産にも認定される。休館1階の折りたくみの間では食器の展示や気流式製品の販売を行っている。気流市商工業共同組合、東日本編、レース工業組合、気流物作り共同組合が入居している。ありがとうございます。